はい、ともきです。ルキナを使っていてですね、飛び道具とか、ガン待ちされるのは結構辛いなと思うことが多くてですね、私と同じようにですね、対策どうすればいいのっていう人結構多いんじゃないかなと思います。私もね、まだまだ完璧じゃないんですけど、実際の対戦で、どう立ち回ってるのかっていう部分は、少しはね、参考になると思うので、そこをね、解説していけたらなと思っています。ただ、その対戦中に実況するのって結構難しいので、録画した対戦動画を見つつ、解説を加えていきます。はい、では対ポケモントレーナー戦ですね。ポケトレが、3種類いるので、それぞれ対策が必要になってきます。でゼニガメは、今みたいな感じで突っ込んでくる人も結構多いので、中距離とかでもね、突っ込んでくるかなっていうのを読んで、こう今みたいな感じですね。それでしっかりガードをするのも大事です。でルキナ的にはね、シーソーが結構厄介で、飛び道具を打ったところを、差し込みに行くと対空技で迎撃されると。そのタイミングをね、測って飛び込んだりしないといけないのは難しいところです。今みたいな感じで飛び道具出して、体育技を置いてくるので、飛び込む飛び込まないの判断というのが結構大事になってきます。で不思議草今ね、不起訴紙行ったんですけど、不起訴紙行った時に不思議草が上方向にいた場合、今みたいな空下とかで逆にメテをやられたりすることがあるので、極力ね、不起訴紙行く場合は横から攻撃するのを意識した方がいいです。空下とか結構強いんですよね、メテオが。今も結構狙ってるじゃないですか。結構当たっちゃうことが多いので、あれ警戒ですね。だから崖掴む時も結構危ないので、タイミングがしっかりずらす必要があります。今みたいな感じで攻めてきたときはね、しっかり、シールドキャンセル掴みからリターンを取っていくのが大事ですね。でリザードに関してはとにかくね、フレアドライブが当たっちゃうと強力なので、それだけは必ず警戒する必要があります。リザードは、復帰したときにね、フレアドライブしてくることもあるの で今みたいに、ガードさえすればその後は隙が大きいので、横スマ、ダッシュ横スマとかが刺さります。ゼニガメはね、復帰阻止に弱いというか、吹っ飛びやすいので、そこは唯一弱点というか部分ではありますね。今結構ね、やってみたらうまくカウンター刺さったと思うんですけど、ジャンプしてカウンターを置くのも、一つ選択肢としてはありなのかなって感じですね。でラインを詰めた後はね、簡単に内側に入らせないようにするのは結構大事ですが、飛び道具でね、牽制してくるので、そこの処理は難しいです。今みたいな感じで復帰措置もね、簡単にさせないようにしてくるんで、不思議そうに復帰するのも結構大変ですね。不思議そうに関しては上方向、真上方向と真下方向の攻撃が結構強かったりするんで、斜め上も結構強いんですけど、その代わり、空振った時の隙は大きいのかな。はい、で最後ね、ジャンプした後の着地の位置をね、予測して、引き起こすのだったらうまく当たったという感じですね。はい、ということで対戦動画をね、解説してみましたが、参考になりましたでしょうか。こんな感じでね、今後も対策に関する解説動画を作っていこうかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っていますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。